おっさんがこうやって言ってる間に多分なんかするんやと思うけどな。この間に初見さんいらっしゃいませ。このゲームなんですけども、まあ簡単に言えばオーメンの映画をモチーフとした、まあ、殺戮、子供がまあ殺戮を犯していくというゲームですね。あ、ちょっと待って、ここで使えない。あかん、帰ってきた、帰ってきた。ピアノに何か細工、そういうことか。あのオーメンっていう映画めちゃめちゃ古いんですけども、結構ねえぐい映画ですよ。あれも悪魔の子の力を宿ったね。使えない、使えない。あ、使えた。あー、見つかっちゃった。タイミング良すぎやろ、おかん。マジか。いやー、マジか。え、どこから。まあ、ここからかい。そして今絶対ルシウスの画面に当たったやろ。もうおかん、もうまたやり直しや。でもやり方は分かりましたんで、じゃあちょっと頑張っていきます。くっそー、家政婦は見たみたいな感じにもう 見られたわ本当に。そうなんですよ。で、まあ、今みたいにおかんにそのなんかこうやってるなっていうのを見られるとゲームオーバーになっちゃうんですよ。そう、おかんね、もうなんかすごいな。アフリカ人並みに視力いいよね。アフリカの人たち視力 3.0 とかあるぐらいですからね、確か。はい、初見さんいらっしゃいませ。セグノさん、じゃあヒグノさんか。じゃあちょっとおかんがあっち行ってる間にで、こいつに会って、セーブね、あれなんですよ、チャプターごとにセーブされるんですよ。なんでバレたらいいかの、あの要はこのあのね、このルシウスっていうのが悪魔の力を宿ってる子で、まあ要はその悪魔からルシファーですけどね、ルシファーにあのやる、なんて言ったらいいかな、この周りの家族たちをこう殺していけみたいな感じに言われてるんで、まあ、それをうまいことやらないといけないんですよね。じゃあこのおっさんがピアノ直せやとっていう風になったらやるか。よし、ちょっと次はちょっとおかんとかちょっとちゃんと気をつけながら、よいしょ、ちょっとこの辺で待機しとこう。はい、コウさんはこっちです。おかんはいないよね。あれ？あ、来た来た来た。おっさん来た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 。で、おかん、なんかいやタイミングできそうなんだよな。おかんどこにおる？なんか光っとるよな。これパソコンのゲームですね。そう、何が怖いって、確かにおかんが一番怖いんだよな。扉閉めとけばってことなんだけど、扉はな、ちょっともう一回だけちょっとしばらく待機させてもらっていいですかね。さっきもね、扉閉めてて急におかん来たんちゃうかな、わからんけども。はい、初見さんにいらっしゃいました。シャロート、ほら来た来た。シャロートさんいらっしゃいませ。おっさん、おっさんちゃんと入れてへん。
おっさん世話焼けるな。こののんべえ野郎が。まあ後でお前はもうじっくり、うん、あのじっくりあの地獄という点あの地獄というようなところに連れてってやるからな。じゃあねー。じゃあ細工していきまーす。だっけな。よし。ショックが。マジか。おっかん。おかんのおかんの洞察力半端なさすぎんねんけど。どうしよう。マジでおかんとの戦いっすわ、ほんと。じゃあ、わかった。もうさっさと行動しよう。こうしといて、扉閉めて、おかんあっち行くな。で、帰ってくるときに、戻っていくときに、もうさっさと用件を済ませよう。もう、すいませんね、このおっさんの、ハンチング後のおっさんをね、何度も何度も見せる感じになっちゃって。このゲーム難しいですね。で、あのね、若干ステルス要素があるみたいなんで、でここでサラ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 、ピアノも壊れてるよって。さあ行こう、さあ急ごう。どこにいた？おかんどこにいた？あれどこにいた？おかん、でさっさとやっちゃおう。わっ大丈夫か。なんか申し訳ないです。なんかちょっとこんな不甲斐ない。ちょっとおっかん最強すぎるやろ。確かにピアノの前に何かやるのかな。おかん封じね。確かに、いやでも前回も確かにおかんがね見られて一回失敗してるんですよ。あーみたいな感じに。だからここ出て行ってからの時か。だからおっさんが来てピアノが壊れてええんやないかって感じになった時にかな。なんかね気引けるものね。確かに、すいませんね、同じシーン何度も何度も。本当にもう おっさんのこのヨデロさんのハンチング号のおっさんをねもう一回見ることになるとね、もう多分私以上に視聴者の方がすごい苦痛やと思うんですよ本当に。だからおかんこっちに来て、ちょっと待ってよ、見といて。あーなるほどね、一回ここに来るんだ。で扉閉めて、よし、オッケー。じゃあもう今なるチャンス。あれあれ、見てへんやないか。今のどう考えたって物理的に見てへんやないか。酔っ払いもあいつも視力 3.0 か。マジか。
わかった、わかりましたよ。焦らずにやれってことでしょ、もう。だって、どう考えても、扉閉めてて、まあ、仮にこうやって鳴ってたとしても、ここからでしょ？見えへんやないか、こんなもん。本当にもう。はい、黒うさぎさん、いらっしゃいませ。変な顔しやがってるんだよ。もう、ボットン便所のやつで、ボットン便所のやつでもう、それで、顔突っ込んどったらええねん、もう。で。てか、メモしてるところを見てへんっていうのもおかしな話やから。思いっきり、ルシウス、ピアノも壊れてるよって感じに。やっとにもかかわらず、で、よいしょ、おかん、こっち開いてたのになんでそっち閉めんの。で、じゃあ、皆さん分かりました。とりあえずあのおっさん行って引き返すよって時にやろうと思います。カクマンに仕掛けるか。ああ、おかんも来た。危なっ。おかん向こうにいたら多分2階に行くはずやろから、そこのタイミングでやろう。これチャプター3っていうことなんで、まあ序盤は序盤かもしれないですね。行ってくれたかな。今行けたな。で、OK now, I should get here somehow. OK! じゃあ、あとは、しばらくしたら、あのおっさんが、またピアノ壊れたってって感じに、なんだってみたいな感じになると思うので、じゃあその姿を見届けようと思います。いけたねー。皆さんお待たせしました。本当にもう、やっといけた。4度目の正直だよ、本当にもう。よし、じゃあこの辺で。じゃあこの辺で、ちょっと、ルシウスまだね全然子供なんですけども、ちょっとワインでこのねシャンパンみたいなドンペリを持ちながらね、ちょっと優雅にねちょっと眺めようと思います。この死に至りそうな姿をねちょっと眺めようかなと思います。この感じね。いやー、何これ。あ、シャンパンだ。やっぱりシャンパンをね飲みながら、うん、壊れてんだよ、壊れてるよ、ここ。オッケー、済んだ。maybe now I can use some of my new abilities。 あー、ここでサイコキニスの能力を使えってことか。ちょっと待って、サイコキニスの能力の使い方が分からへんねんけど。ちょっと待って、それが分からへん。え、どうだったっけ。おかんもおるしな。あ、消えちゃった。ちょっと待って、それが分かりません。 P かな。ちょっと近すぎる。いや、 P でもない。F1 でしたっけ？あれ？やばい！どれだったっけ？フレームを自分の動画を見返さないとわからない！ちょっと見返してこようかな、今。見返していきます。ちょっと待ってよ。そうだね。まあ、とりあえず、おかん2階に出てからにするんですけども。ちょっと待ってや。フレームの自分のルシウス実況を見返して、そこでもう最後のこのサイコキニスの能力を使って殺害するぞっていうこのタイミングで。おはようございます。本日もなんとかこのタケちゃんの声にびっくりしたわ。
あ、すいません、今のね、ゲーム実況者のタケという人がですね、マイクラの、なんだろう、タケの孤独な部屋っていうところの、全裸の無人島遭難日記っていうのが勝手に再生されまして、それが流れました。皆さん、どうも、おはようございますって感じで。プレイムの、カマクビで喋ろう。カマクビで、よし。いやいや、失礼しました。タケちゃんは元気にしてますよ。どの辺だったかな、多分ね、後半の方だよな。早く再生されて、俺の動画。オッケー。お客様の CM いらんねん。私たちの CM は見たくないね。15秒 CM やけども。まあ、それなりにちょっと綺麗な、モデルさんやな。エースコンタクト。あ、そう。ちょっと今度じゃあエースコンタクトさんちょっと利用するわ。いや、そういうのはええねん。ちょっと待ってよ。どの辺やだな。こうで、あ、でも近いっすよ。こんな感じですよ。だから悪、とある一家に生まれた子がまさに悪魔の子みたいな感じで、この辺やな。え？そう、最後の方やったでしたね。何のボタンを押したら切り替えられるんやったかな。じゃ、まあそのえぐいシーンが結構あるってところが、まあホラーなのかな。これ前回の生放送の時の私の声です。ですね、絶対もう。だからあの。オーメン。読み込みやがった。じゃあやってほしいという。おー、ぜひぜひ続き気になるのは、ありがとうございます。だからこんなことす、とかわざわざあのプレイムね、自分の動画見なくても今思ったら自分の元々の動画見返せばいいんだよ。ルシウスどこ行ったかな。はい、ダブルカマ首でお送りしました。自分の動画見るってどんな気分。あのね、別になんだろう、編集してる時に自分の声聞くんで別にどうってことないです。最初はすげえ嫌でし、まあ、自分の声って好きじゃないですけど、うん、別にどうってことはないかなぁ。リオキューズレディオスター、動かした、すごい力手に入れたなぁ。シャキグマさん、いや、シャキグマさんいないと思いますよ。あの、かま、あの、シャケ取ったこと、シャケ食ったことあるカマ首ならいます。番号キー、いや、今試したんですね、 F1 とか。オプションのボタン設定、あー、それがあった。いや、乗ってないな。あれ？あ、今来た方、どうもいらっしゃいませ。ボリューム、マウスの、まあ、感度、インベントマウス、インバートマウス、多分キャプチャーだな。ネットで調べた方が早そうだな。ごめんなさい、本当にもう、うわ、サイトにも載ってねえし。はい、アメドバさんいらっしゃいませ。
やべえ、わかんね困った。カマさん、カマさん、Z じゃない？え、マジで？ちょっと待って、試してみて。反応…あ、あー、今はちょっと待って、今はオカンがいた。Z？ Z なのかな？ Z 反応しないよ。わかった、皆さん、わかりました。 F2 キーじゃない、数字の2のキーでした。じゃあ、行くぞ、最後キーです。そしてピアノが、このピアノがサイコキネスの力によって、あっ、ちょ、おかしいやろ、このこの時間差。うわーうわー、えぐい。そしてルシウスのこのみなぎってきたぜーという、馴染む馴染むぞ。そしてムービーが始まります。もう一人したよね。でも皆さん、グランドピアノはね相当重いらしいので、本当に気をつけた方がいいですよ。はい、リオさんですね。でも本当にルシウスもそんな感じですからね。そして隣にある、石像がすげえ気になる。隣の石像がすげえ気になる。隣の石像のあのチンチンの形がなんかおかしいぞ、あれ。なんか舌みたいな感じになってた。人の舌みたいな感じになってた。さあ、いよいよチャプター4かな。おはようございます。感じね。ルシウスが何気もなくしに起きましたよ。何事もなかったかのように起きました、ルシウスくん。そっか、数字の2番だ。で、これで、こうやって、物を動かせれるぜーっていう感じ。あれ、あ、そっかそっか。これ使うときは、すごい体力ゲージみたいなのこう減るんでね、物を動かせるぜーってね。Someone can see you って誰かが見てるよって感じなのか。はっはー、なるほど。まあ確かに見られたらあかんもんな、こんな力を。番号といったの当たりじゃない、ごめんなさい。いや、 F2 キー押してみたけどダメだったっていうのはそういうことじゃなくてっていうことですね。あー、なるほど。あ、メイドさんがいたのか。こんにちは。D カップぐらいかな。実績ロック解除。This is no answer。無視したっていう実績を。グランドピアノ何キロぐらいなんだろうね。何トンとかあるんかもな。あれかもしれないですね。あれっていうか、新しいマップか。また広いところに、あ、帰ってこいとか。はーい。あ、あったあった石像。ほら見てくださいよ、ちょっと皆さん、ほら。おいよー。これこれ動かせるのかな。見られるとこいった。見られるとこいった。見られるとこいった。ルシウスどんだけ押されまくっとんねん。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、今の人これスカート履いてるよね。ここら辺かな。この辺。あ、くそ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 、いらなかった。